はい、どうもカリエです。またまた新しいコラボです。フェイトステイナイトコラボスクラッチやっていきたいと思います。フェイトはね、正直最近やってたじゃないですか、あの今期、でまあちょっとまあこのコラボをするんじゃねえかっていう匂いが、漂ってた時期があったじゃないですか。だから一応見てたんですけど、まだちょっと4話ぐらいまでしか見てなくて、この今出てる4人ぐらいのキャラクターしかちょっと、名前わかんないんですけど、ただこのね、今回の虹はさ、このまあ右3人なんですけど、かなり、当たりが多くて今回めっちゃ欲しいんですね。なのでまあちょっとまあどうなるかわかんないですけども、コラボスクラッチ運はね、最近ちょっと非常に運が悪いので、どうなるか本当にわかんないですけども、今7回だけできるんですよ。とりあえず7回単発でやろうかなと思いますね。まあ単発、まあ、そんなに運良くないですけど、コラボは。でもまあ虹出たら出たら絶対当たりだからね、俺にとっては。炎属性もあるし、セイバーもかなりいいユニットなんで、目玉だね。セイバーはとりあえず目玉ユニットとなっております。じゃあ、ここでグダグダ喋っててもいけないので、ちゃちゃっと引いていきます。じゃあまずは一発目めくる。俺のコラボスクラッチ結構最近左下かなと思いきや、結構上の方だったり最近するんだよな。だが左下いきますですよね。あー、もう分かんないやつ来た。あのメインの4人しか分かんない、ライダー。あー、こいつもなんか神だったっけ、誰かがその召喚したやつですよね。闇属性かな。はい、今回の金はね、まあサブだったら結構まあいい感じのユニットなんですけど、リーダーとしてはちょっと微妙な感じですね。ではどんどんめくっていきましょう。真ん中いきますか。真ん中ですよね。プラス、あ、こいつは知ってる。エミヤシロです。もううろ覚え感マックスだな。エミヤシロ、無属性ですね。まあこいつもリーダースキルはそんなになんですけど、まあ自分以外の味方のスキルを4ターン短縮するっていういいスキル持っております。あとは光パネルで回復とかね、進化したら2パネルで確か回復できたと思います。まあ主人公かな。ちょっと主人公がどれか分かってないんですけど、エミヤシロか東坂凛、どっちが主人公なんだろう。あんまりよく分かってないじゃないですか。3、4話ぐらいじゃちょっとどっちか分かんなかったな。まあ多分エミヤシロなのかな。まあまあいいや、とりあえずどんどん引いていきましょう。待てよ、左上。あー、なんだっけ、バーサーカー。でかっ、でけえよ。風属性ですね。まあ超特大からこれ確か絶大になったと思うんで、この風4パネでね、まあまあ強いんじゃないかな。ヒットポイント 50% 回復なのかな。結構いいね。なかなか回復っぽいユニットには見えないけどな。さあどんどんいきます。あと4回。左下もう一回いきます。おーし、きた、なんだほい。いや、おお、アーチャー。アーチャーはちょっと結構欲しかったです今回。まあ一番気に入ったのは、まあまあ炎属性ユニットのヒットポイントと攻撃力 2.5 倍、シフト3ですね。これもすごいいいんですけども、リーダーとしては。まあ俺がちょっと気に入ったのはこのパッシブスキルですね。1ハンズごと、まあ一応1コンボか、ごとのレート倍率、上昇量が 0.05 上がる。この前の IS コラボで言うとシャルロットかなと同じような役割持っております。これちょっと欲しかったんですよ。ヤシロパーティーにかなりレート上げるやつがいたらね、かなりいいと思います。いいっすね。よっしゃー、アーチャーゲットです。ありがとうございます。
あと3回引いていきましょう。あと2人出るかな。多分この中では出ないだろうな。まあでもセイバーも欲しいね。光、最近光結構強くなってきてるしね。いろんなユニット出てきてるから。じゃあ、あえて右下行きましょう。せーの。ああ。まただかよ。またお前か。ライダー。さあ、あと2回行きましょう。ぴょぴょぴょっとね。じゃあ、上。あ、こいつも新しいやつだ。こいつ確かバーサーカー操ってるだけやつだっけ。イリアスフィールです。水属性です。まあリーダーとしてはそんなにって感じですね。数属性パネルで回復もできます。なるほどね。さあ、あと1回引いていきたいと思います。よいしょ。最後はどこしようかな。もう一回左下行くか。左下で虹出たしね。信頼と安心の左下。はい、今回はまだちょっと諦めません。遠坂凛結構欲しいしね。セイバーも欲しいところですけども、とりあえず9連一発やりたいと思います。9連ちょっと不安ではあるけど、今までコラボスクラッチで9連やっても虹1回も出たことないことって結構あったしな。だからちょっと怖いとこなんですけど、いきます。9連頼むで頼むで。はい、期間中でね100円で6枚買えたので、100円で6枚買ってきました。もう1回9連回します。2回連続でオール金コマっていうのは今までなかったからね。次出るよ。いきます。あー1個アーチャーだけはやめて。アーチャーだけはやめて。何か来いよっ。おーはあ、よかったかな。まあまあまあ。遠坂凛、来ました。まあ、炎属性は集まりましたね、これで。オッケー。こいつはね、ちょっとすごいのは、炎属性ユニット、または神属性ユニットのヒットポイントが2倍と攻撃力が3倍。攻撃力3倍持ちです。めっちゃいいです。あと、アクティブスキルもだいぶいいね。切り札、銃の宝石。銃の宝石だっていうのかな、なんか違う読み方ありそうだなこれ。敵単体を攻撃力 ×30 倍の炎属性攻撃しつつ、さらに手札が全て炎パネルになるっていうことで、すごくいいスキル持っております。でまあ攻撃はできないんですよ、アクティブスキル以外は。ノーマルスキルが、炎2パネルで一応回復っていう形になっております。でパッシブスキルがバリブーストが出やすくなり、最大3箇所まで出現する、エビロアーサーと同じパッシブスキルですねってなっております。まあまあまあ、これでヤシロパーティーがぐっと変わるね。いやしかしなんだこの結果は。ひどいありさまだなこの9連スクラッチ。あーセイバー欲しいね。強いんですよねセイバー今回。はい、じゃあちょっとね、まだスクラッチ引きたいっていう気持ちをね一旦ちょっと押し殺して、押し殺すほどなのか。一旦ね、フェイトコラボエリアの神宮の方行きたいと思います。じゃあちょっと一回入り口行きましょうかね。は
はい、今回はちょっとこんなパーティーです。闇ドラゴンパーティーです。闇竜パーティー。一回ナヤガと天元当てちゃったから、なんかこういうパーティー面白いんじゃないかなと思ってちょっとひっそり作ってたやつです。それをここでなぜか披露で、フレンドはね、なかなかちょっとこう闇竜の人ってなかなかいないので、まあ一応カナ連れてきました。これで竜で、シェフトが乗っかってるはずです。で、今の時間神級にあれ来てんのかな、ゲリラボス、なんて名前だっけかな、ちょっと忘れちゃったけど、そう、とりあえずまあ基本的に闇か風で攻撃なんで、このパーティーじっくりやっていきたいところなんですけど、あゲリラボス確かアサシンだっけ、が出てまいりましたね。あ、じゃあ倒していこうかな。おっ、いいね。はい、あ、結構強いね、攻撃力は。あ、まあまあですね。 OKOK、 ほんならまあまあこれは勝てないことはないだろうから、ちょっと闇を貯めていきたい。ただ闇が全然来ない。ちょっと頑張って闇貯めつつ攻撃を測っていきたいんですけど、主に闇攻撃なんでね。ちょっと回復は結構来るな。よいしょ、いいね、風もいっぱい来るね。よいしょ。さあさあ、回復もしつつ、お、来たね。やっぱ天元がね、4パネで絶大ダメージ持ってるから、あー、ブーストがない。単体絶大はでかいんでね、4パネをぜひ決めていきたいところですね。特にブーストに。じゃあいきます。おっ、おっ、いいね、おお、いいね。さあどんなもんでしょう。おっ、おお、いいダメージ。やっぱりね、いいですね、ナーダの攻撃力は3倍になってるからね。さあちょっと回復に専念しようかな。おっ、闇も結構くるね。おっ、いい感じ。さあじゃあ次ぐらいで仕留めれそうかな。いきます。オーケー、どんなもんでしょう。お、いいね、いいね、いいね。ドロップするかな、頼む。おお、いいね、一発目でドロップしました、ありがとうございます。ゲイラボスさんまだいるんだっけ、もういないか。ちょっとまだ情報が全て把握しきれてないので、どうだったか忘れちゃったんだけど、とりあえずじゃあ、ボス戦前まで行きましょう。はい、じゃあボス戦前に来ました。まあスキルはまだちょっと溜まってないんですけど、まあもうちょいっていうやつもいるけどね。まあ、うん、まあまあいかって感じですね。多分いけると思います。体力も、ちょっと低めなので気をつけながらいきたいと思います。じゃあ神級のボスいきましょう。さっきと同様で闇を溜めつつ、ブーストに入れていく感じでいきましょうかね。あ、いいね、これでいこう。なんかメールが来たけど、 OK、 あ、いいね、いいダメージ、いいダメージ、この調子でいきましょう。じゃあまたも闇を溜めるって言いたかったんですけど、ここで天元使います。イオールレスダーク、これで全ての手札が闇になるので溜める必要はないです。で、まあボスだったら、このこいつなんだっけ、名前な名前パッと出てこなくなっちゃった。闇属性攻撃いきます。まあ、こいつ学装流シリーズのやつなんでね、あのレアスカッチパッとやったら意外とすぐ出てきます。じゃあもう一回4パネで攻めていきます。おや、おいしょい、どうでしょう、半分はいったかな、さすがに。おお、もっといったね。おお、約 15% ぐらいが残ったかな。 OKOK、 今また風を、風じゃない、闇を溜めつつ、おお、いいね、いいね。もしブーストが出るまでちょっと、お、いいね、次出てこい。お、いいですね、これサットが溜まりましたね。まああんまり、あんまりですけども、手札の操作時間が1秒伸びます。6、5って感じでいきますね。いきます。
こっちだな。オーケー、これはいったね。オッケーオッケーオッケー、いいダメージだ。ドロップしない確かこいつをドロップ何体かするとセイバーのコスチュームしたアーサーが取れるようになります。確か、え、ツイッターでそういう報告があったよねですね。はい、まあでもゲリラボス取れたし結構調子良かったんじゃないかな。おーし、でアーチャーの素材もね、さっきスクラッチで取ったしゲットでございます。よいしょ。そしてゲリラボスナサシも一発でドロップです。ありがとうございます。はい、こいつはこいつ結構ゲリラボスにしてはシフト2の、やつ持ってるし貫通攻撃のアクティブスキルも持ってるからなかなか使いやすいと思います。ぜひぜひまだまだね、このフェイトコラボで始めた方がいたらね、ぜひぜひゲットしてみてください。結構強いです、ドロップする中では。はい、ということで、まあ神系のダンジョンはねスムーズに越せました。まあスクラッチがねセイバー出てこなかったのがちょっと残念だったんですけども、まあ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 、そうですね、まあなんか機会があればまたちょっとセイバー狙っていきたいと思います。とりあえずはこの今回拾ったアーチャーと遠坂凛かをどういう感じでちょっと炎属性パーティーに組み込むかはまだ検討中なんですけども、ちょっといろいろ試していきたいと思ってますんで、これから出てくるまた動画もねちょっと楽しみにしてください。というわけで、今回はこれで終わりたいと思います。またねちょっとまあ別機会になるかな。とりあえずアーサーのセイバーコスチュームのやつを、ちょっと頑張って、てかなんかミッションみたいなの出るって書いてあったんだけどどうなってんだろうね。今のところ出てない感じですかね。ちょっとどういう感じで出てくるのかちょっとまだわかんないんですけども、その用の動画も、うまいこといけば撮れたらいいかなって感じです。はい、ということで、今回はこれで終わりたいと思います。長々と、お付き合いいただきありがとうございました。お疲れ様でした。お、お、やばい、これいるぞ。え、おかしい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 。こんなに出ていかなかったやん、さっき。おかしい、コラボスクラッチでこれはおかしい。セイバーいる？セイバーいるか？セイバー？セイバー。そんなに甘くないか。おー、8連いきます。あの感じで出たらセイバーそのうち出てるだろう絶対。8連真ん中から横一発、縦一発、右下、左上、左下、バカ野郎ラスト、本当のラストいきます。ちょっとこれ以上使えないんでマジラストいきます。でまだちょっと単発か9連か結構悩んでるんですけど、9連いっちゃいます。9連、押した。マジか、1個か。出ろセイバー、おっしゃ、来た あー、やっと出てきたこんな出えんか、さっきの二次率何やってんな、マジで。はい、俺なんでこんなに欲しかったかっていうと、まあちょっとこのアクティブスキルですね、ヒットポイントが1になる代わりに味方全員が与えるダメージが2倍になる、種族属性問わずですね、これ系が欲しかったんですよ。
あのオリエンスとかも同じようなスキルなんですけど、あれ使っちゃうと他のアクティブスキルが使えなくなっちゃうんですよね。まあ先に使ったらあの問題はないんですけども、まあ、こいつはヒットポイントが1になってしまうけど2倍になるっていうね、すごい、技を持っております。で2パネルで中ダメージと、パッシブスキルがあの今でいうカナンと一緒ですね。光と回復パネルを除いた全パネルの出現率が少し下がる、カナンの場合は無属性かなになっております。あぶねえ。本当に最後の予算で、予算ね、一応2万ぐらいアイチェンズカード買ってきてたんですけど、まさかここまで使うとはな、ここで。はい、ということで見事にセイバーゲットできました。ありがとうございます。もう引かない、もう引く必要がない、まず。はい、ということで、今回はなんかかなりやけなスクラッチになってましたけども諦めの悪さが、ね、最後まで諦めなかったから、セーバーが出てくれたのかなと思います。来週のダンテどうしよう。まあ引くけどね、頑張って引きます。はい、ということで今回はこれで本当に終わりたいと思います。お疲れ様でした。